さあ乃木選手も1ヶ月ぐらい前ね、少し調子崩してて、本人も少し今考え方変えないといけない時期なんですみたいなことをね、ちらっと自分にも話しましたけど、さあ野毛選手ミドルですね。さあこのミドルはブルーを外した瞬間に野毛選手の先行は決まります。さあインナーです。いやそのインナーつけて、柴田選手が先行のベストオブセブン。さあ100スタート柴田選手。さあ野毛選手は60の少し上につけたいですよね。1投目さあお互い100スタートで、柴田選手はもうダイレクトですね。ダイレクトかちょっと下ぐらいの感じ。このスイッチが決まりだすと柴田選手乗ってきます。野毛選手はここつけるとベストポジションですね。60絡んできます。もういつも見慣れた光景守り、もう本当にこの見慣れた光景をその実証できるっていうのがね、やっぱり同じ動きしてるんですよね体が。さあそして19にスイッチして、これが決まってくればね、柴田選手が乗ってきます。さあサイドから、そして141残りなので、もう1本ワンハンド、すごい180決めてくる。205残り。さあ下につけてその上を通すか。もう1本100.81。さあ19つか。これはトライですね。12トリプルからインナー狙います。今入ってましたね。傷がついてますよね、真ん中の下ね。いやいや狙えてます。恐るべしの野毛俊平。さあ105残り、救われた形の島田選手。20、19からいく。そして18トリプル、そして73、決まらず。アレンジから得意の、いやすごいですね。14ブレイクスタート、まあ、ベストオブ30なので、皆さんこれからもまだまだ楽しめると思います。この2人のこの決戦。さあサイドにミス、ここついていきたい柴田選手。19、スイッチ決まる。180と、ナイススタート。あっと、珍しい。135、狙いやすい。60絡んで99、281ですね。今のどうなんでしょうね、長い目で見たら20、まあまあね、そこは。さあ下から、右サイド空いてますんでね、これあの間狙ってきます。得意のパターン、本当
と自由自在ですね、柴田選手、あの野木選手、特に60、20強いですね、野木選手。さあ、そして200で、出せません。235、じゃあ下つけて少し狙いにいくのか、うん、まあでもこのパターン得意ですからね。64ドルで、これで170181のこと。100決めてくる。さあ、ビッグフィッシュなるか。あっと、大きく外しました。89残りに対して81残り。さあ、どうするんだろう。ブルとか行くのか、それとも19なのか。19からいきます。あ、捉えてくる。12ダブル、すごいですね。14ブレイクしたと思ったら14でブレイクバック。そして柴田選手、さあ下につけました。そしてさあ100と取って、さあ柴田選手417。さあ野木選手、下につけると狙いにくくなる。左サイドが空いてるのか。スイッチしない。45。野毛選手はね、できる限り20で勝負したい選手ですよね。で、まあ好対象なのが柴田選手で、柴田選手はもう本当に20、19使ってきます。さあ、守り218、大きく先行のゲームをキープしてきてます。そしてサイドから216のプレー。さあ上につけると狙いにくくなるので、どんなのを使います。さあナイスアレンジ。120残り、216残り。野毛選手、下につける。こうなるとどうする。あー、ここで上がり目出せず、175残りとなりました。さあ柴田選手は20ラインアレンジからの、いやーすごい、いやー120簡単に落としてきます。さあこうなればね、柴田選手が乗ってくる。いやいいとこつけてますね、これ絡みそうですね。下ですね。137。この
その自由自在にね、20、19をこの往復できるのがね、柴田選手の強みですよね。さあここしっかり100取って取りたいですね。いやー注文通り来てる。ここで100で、やはりこうパターンがねできてますよね。この264で次また100取って上がり目出してくる、それで野毛選手にプレッシャーをかけるっていうダーツを、この281とやっぱ264って言ったらやっぱり大きく点数はね、十数点差なんですけど実は大きく違ってるんですよね。そしてあここはもったいない、179、さあ281残り、いいとこつけた。ここは140狙えるポジションですよね。その間184残り、2人とも上がり目が出てない状態、179残り、さあ19トリプル決めてくる、122残りブル、そしてもう1本19、いや狙えてます、恐るべし。さあ184残り、ここも100ですね、下つけた。124残りに対して柴田選手78残り、18から、ドリブル捉える、そして12ダブル、いやーすごい、いや恐るべしですね。14ブレイクバックなど15、14というね、いやいやいや、これでぐっと柴田選手が引き寄せてきました。じゃあいいとこつけましたね、柴田選手にとって19スイッチ、いやこのねスイッチがすごい。またさあ野毛選手立て直したいですね、ここ立て直したい、まだまだですね、ファーストオブセブンですから。さあ406残りに対して404、柴田選手さあここは狙いにくいのか、19、これですよね。もう柴田選手ずっと見てますけど、このスイッチの19が決まりだしたらもう手つけられない感じですね、もうどこでも入る感じになってますよね。大雨なんですね、最悪取ってきました。さあ307、これは20からいくんですね。60、いやいやいや、これはでも柴田選手少しね中だるみがあるタイムなんですけどしませんね。さあ57から、あっと少しミス、120、上がり目は出ません。柴田選手上がり目出したい、60から、そしてもう一本19、99で148残り、上がり目がないのでここは140決めたいですね。さあそのもう一本86残り、148残り、さあここは
どうなんでしょうね、19とか行くんですかね、まあ、20でいいのか。いやー、ここ第3レンジ。さあ、野毛選手、ワンチャンス、86、18か。14かブルか。14かブルか。14チョイスで。14チョイス。ん？チョイス引いて。66。俺の計算間違いした。さあ、そして48アレンジからの得意の残念ですね、柴田選手。いやー、すごい。ダブル上がったら本当にやる感じですね。いやー、すごいっす、これは。すごいというか、もうやばい息に達してます。98.92。スタート。さあ、柴田選手。いやドストライクですね、これ。140.19。狙ったとこ全部決まる感じです。100、364。さあ、364残り。ここもね、しっかり100決めて。79。いや、285残りに対して281残り。180しかね、上がり目出せないので。さあ、柴田選手。229。226残り。対する野毛選手。絡めたい。100捉えますが、上がり目出せず。181残りに対して226残り。19から。99で127。上がり目を先に出したのが柴田選手。146残りに対して127。20回。そして19トリプル。隣ですね。はい。41なので86、18ですね。42、シュベルクワイア46。そして 86、柴田選手、チャンスが来ます。15とか行くんですかね。
ブルから行く、そしてアレンジからの、いやーすごい、ダブル百発百中ですね、恐るべし柴田豊川選手、まあ、前回のね PDC ワールドカップでもチャンピオンになりました。その後に、まあ、悔しい思いでですね、ワクチンの日数が足りずに渡航できず、ワールドカップには出場できませんでしたが、その悔しさをね晴らす勢いですね。さあ PDC ワールドザチャンピオンシップまであと2レッグ、これが決まる。選手のペースさえつかめばですね、まだまだゲーム分かんないですよ。19をミスですね、投げミスで302、282、これねブル行くのもありだと思いますが、262のこれ100どうするですね、20からそれとも18から20から18トリプル、そして94、さあ94でこれで168で上がり目出す。105、さあここ上がりにしっかり作ってきたのが野毛選手、170残り下から、いやー狙えてる、さあ来ました、100取って68残り、野毛選手はワンチャンス、20から決まらず、もう一本サイドからもう一本ですかね。68残り。さあ、ここは20から行くんですかね。そしてアレンジですね。得意のザニアレンジ。いやーすごい、マジで。神がかってますね。いやーこれで柴田選手が大手なのか、さあでもね油断は禁物です。164、
60から。そして。いやあ、優勝への20なのか。さあ124。さあ優勝への124。20から。64残り。14トリプル。あ、アレンジ。84トライいかないんですね。あえてこうトライいかない感じ。さあ野毛選手20トリプル。ああこれでノーチャンス。80からの76なのでもう一本。さあ柴田選手優勝への20ダブル。ちょうどね6時の鐘が鳴ってますんでね、ここは少し間を置いてもいいですよね。うちじゃないんですけど、外の6時の時報ですか。さあ丁寧に。いやーすごいっすね。いやーこれなんというゲームなんでしょう。いやー17で柴田選手が見事に優勝です。いやー BBC チャンピオンシップ獲得です。